おっすおっす、黒だぞ。どうもこんばんは、森です。今回から信長の野望新生 PK やっていくぞ。どんなプレイをするんです？おいら、前々から気になってたことがあるんだよな。突然ですね、なんでしょう。信長の野望っていうくらいだから主役って信長だと思うんだけどさ。信長って本人もすごいとは思うんだけど、環境にも恵まれてたと思うんだよ。確かにそれはそうかもですね。優秀な部下も多いですし、立地的にも京都にかなり近い位置関係にありました。だから今回は信長から、そういう恵まれた環境を取り上げてみようと思うぜ。なんかとんでもないことを言ってる気がしますが、具体的にはどうするんです？シナリオは終わり統一、織田信長が大名になった頃を選択。今回使うのは、織田は織田でも小さい方の織田家だぜ。で大名を変更してっと。何か見慣れない方がいらっしゃいますが、誰ですか、織田信長って。今回用に用意したぞ。まあまずは状況を見てみようぜ。とりあえず小さい方の織田家だけど、織田家とは雲泥の差がある状態で始まるぞ。もともとの所属武将は全部で4人、そこにおいらが今回用意した織田信長さんを加えた形だな。これはそのまま織田信長なのでは。そうだぞ。能力や特性、戦法とか年齢もまんまそのまま作成したぜ。それならご本人を移動させればよかったのでは？それができなかったからこういう形になったんだよ。昔のシリーズでは史実武将も登場する城を変えたりできたと思うんだけど、できなかったぜ。だからこのような形で用意したんですね。まあそういうことだ。そんなわけで、この織田信長さんがどうなるのか、デモプレイを使ってみていこうと思うぜ。なるほど、そういう検証ってことですね。とりあえず早速やっていくぞ。さてデモプレイを開始したぞ。デモプレイは自分で操作せずに、すべてが AI 任せのモードですね。労力が減っていて勝手に内政を進めているようです。だな。ちなみにこの織田家だけど、このシナリオだと割と絶望的な状況だったりするぜ。南西には、すでに巨大化を始めてる北条がいるし、佐竹、結城と近い城はいずれも、織田家より規模が大きいんだよな。これ、なんとかなるんですかね。これでなんとかできたら、やっぱり織田信長は個人でもすごいってことになるな。少し飛ばして大体開始から1年を。うわぁ、とんでもない数の進行矢印が。北条が動いたか。いや、これどう考えても無理なのでは。どうだろうな。ちなみに北条に便乗する形で、実は佐竹が先に動いていたりするぜ。北条もわざわざ変なルートを取って、こちらを狙い撃ちしてこなくても良さそうですけどね。だよな、織田信長の能力を危険視したのか欲したのか。ちなみに数字が見にくいが、大体織田城の兵力は3600くらいだな。周囲には4000とか2000とかがいて、単独でもこちらより多いですね。さすがにとんでもないな。しかもまだまだ後ろから来てるし。ただ順番にやってきているためか、そこまで削れているように見えませんね。いや兵は減ってないけど、耐久値はどんどん減ってるぞ。7000の部隊とか見えるんですが、さすがにこれは無理なんじゃないですかね。でも削れた兵が帰っていってるんだよな。あ、撃って出たぞ。嘘ですよね。まさか、これを耐え切るんですか？さすがに無理か。なんか惜しかったようにも感じましたけど、さすがに無理ですね。むしろよく耐えた方なのでは。そうかもな。さすがにいきなり北条が、ピンポイントで狙ってくるのは想定外だぜ。ちょっと状況を変えてみるか。何度か試してみたけど、一度目は耐えることはギリギリあったけど、最終的に北条に潰される未来は変わらなかったぜ。というわけでデモプレイにする前に、心中してみたぞ。とりあえずこれですぐに攻め滅ぼされることはないですね。それ以外はいじらずに再挑戦だ。織田家が心中したことで、北条の動きが変わって、北関東の方に行くようになったな。その間、織田家はしっかり内政をしていたぜ。あ、出撃しましたよ。これ北条家と共同で結城家を攻めるのか、何回来と遠回りしてるけど。北条と補強を合わせるためですかね。どうやら結城城じゃなくて、古川御所の方に行ったみたいだな。これは心中している立場として、呼び出されたんでしょうか。そうっぽいな。多分城は北条のものになるだろうし、ここであんまり兵が減らないようにしたいぞ。包囲を行っているようですね。これは素直にありがたいな。兵力の減りが最小限で済むぜ。ただこの後、結局古川御所が落ちることはなかったぜ。兵糧がなくなったっぽいな。北条の軍もいなくなってますし、この進行は失敗ですかね。そうみたいだぜ。結局、北条が単独で城を攻略していた頃、織田家が動くぜ。北にある那須家の城に向かうみたいだな。兵力は5000くらいか。なんか厳しそうな気がするけどな。後ろの方から北条も向かっているのが見えますね。援軍を呼んでいたのかもしれません。なるほど、それで足りるか。烏山城に強行しだしたぞ。なかなか強気だな。結城家を北条が食べると考えると、ここを落とさないと出口がなくなってしまいますからね。織田信長も必死なのではないでしょうか。落としたぞ。初めての戦から非戦かだな。
ってすぐに佐竹が攻めてきたんだが。こんなパターンもあるんですね。確かに佐竹からすれば、烏山城の耐久も減っていてチャンスなのでしょうが。抜け目ないな。小田城から信長が救援に向かってるけど、数が全然違うぞ。これはどうなってんだ。野戦になったんですかね。信長の軍がゴリゴリ削れてますが。いくら信長でも数の差は覆らないか。あ、でも相手が撤退するっぽいぞ。兵が減らされて城攻めは無理と判断したんですかね。8000近くいた軍が2600まで減ってますし。そう考えるとやっぱり信長ってやばいな。そこまで削ったのか。信長自身の強さが見えてしまいましたね。1年ぐらい兵力を回復させた後、また北条と共同で佐竹を攻めたぞ。さっきの仕返しだな。仕返しに親分連れてきた子分みたいですけどね。信長がそれをしてると思うと、ちょっと笑えるな。それを言うなら、信長が誰かに心中する時点で、なかなか想像できないことですからね。それはそうか。まあ佐竹戦は返り討ちにあったみたいなんだけど、なかなか簡単には城は増えませんね。あ、おだけが北条に吸収されちまった。心中するってこういうリスクがあるんですね。これは失敗だな。次だ次やるぞ。次は何を試すんです？まず、デモプレイにする前に、ゲーム中編集を使って、小田城の開発を進めるぞ。それはさすがにやりすぎなのでは。でもこれくらいやらないとどうしようもなさそうだしな。加えて序盤の北条対策で、同盟を結んでおくぞ。この同盟は1560年まで継続しようと思うぜ。だいたい7年くらいですか。これでどうしようもなさそうなら、いくら信長でも、環境が悪かったら無理ってことでいくぜ。少なくとも部下がいないと無理なのは間違いなさそうですね。ってなわけで最終トライだけど、小田城に下駄を吐かせたから、最初から動くと思ったら動かないな。どういうことなんでしょうね。もしかして開始数ヶ月は動かないとかあるのかもな。他の AI も動いてないっぽいし、とりあえず動くまで飛ばしていくぞ。1554年になった途端、北条が始動したな。やっぱりこれは最初何かしらの制限があるのかもな。肝心の小田家には動きはなさそうですね。労力はちょこちょこ動いてるから、何かはやってるっぽいんだけどな。1554年5月、織田家も動き出したぜ。やっぱり向かうのは烏山城っぽいな。これは北条の援軍を借りられるのを待っていたんでしょうかね。そうかもな。この進行は最初の内政ブーストの効果もあってか、しっかりと成功。しかもそのまま、那須家のもう一つの城、大田原城に向かったぞ。ここを落とせれば那須家の武将が手に入りますね。強さはともかく人数が増えるのはいいことです。おそらくだけどそれを狙っての進行だろうしな。お、成功したぞ。これは大きな進歩だな。これくらいはやってもらわないと困りますね。ちゃんと武将も加わっているようです。とりあえず周囲の大名家を吸収して北条に対応できるくらいにはなりたいな。あれ？どうしました？なんか北条が北関東で戦争してるんだけどさ、今秀吉の若い頃面が見えたような。まさかもう織田家がここまで来たぞ。そんなことはないと思うんだけど、ちょっと確認してみるか。その結果がこれですか。なぜか武田家の美濃は城にいたぜ。どうしてこうなった？今回って歴史イベントはないんですよね。なしにしてるな。ありだと有利不利が出やすいし。その影響ですかね。秀吉が織田家に仕える前に、武田家がヘッドハンティングしたのではないかと。こういうことも起こるのな。ある意味醍醐味ではありますね。肝心の織田家の方はどうですか？1555年7月、北条が削った結城城に便乗するように攻めかかったぞ。これはありがたいですね。被害を最小限に城が増やせます。でもなぜ北条は引いたんです？武田家が関東に伸びてきてるんだよな。ちょこちょこ攻められてるし、それに対応しようとしてかな。なるほどです。この後も北条と武田の動向には注目ですね。だな。ここからも基本的には着実に拡大してくぞ。1556年から7年にかけて、2度にわたって佐竹家に侵攻。大田城で攻めの威風を発動させて、府中城まで確保。これで佐竹家が傘下に加わったぞ。順調ですね。ただ AI の侵攻は必ずしも成功するわけじゃないんだよな。1558年1月、北条と共同で伊達に攻めていったけど、これは撃退されたぜ。拡張はしてますけど、相応に時間もかかっている感じですか。だな。兵力回復の時間とかもあるからなのか、侵攻するのは散発的だな。それでこの伊達侵攻が同盟リミット前最後に侵攻で、兵力を回復している間に1560年を迎えることになるぜ。ここからは北条との同盟話ですね。AI をだけが判断して結ばない限りはな、先に動いたのはやっぱり北条だな。ただこちらに向かってくるわけではないんですね。里見方面に向かったな。織田家が動いたのは半年後、北条が武田とがっつり戦った隙を狙っての拡張だったぜ。狙うのは南関東の桜城だな。武田との海戦に負けたみたいで、周囲の城は出撃できない状態になってるぞ。完全に隙をついた形ですね。これが吉と出るといいんだけどな。ふと気になって見てみたら、北条はすでに武田に食い破られつつあるな。これは織田家じゃなくても動く展開だぜ。でもこれ相手が武田になって、さらに厄介になる展開では。まあまだしばらくは大丈夫だろ。なんて目を意識してるうちに桜城は陥落、そのまま森山城に向かったぞ。徹底してますね。森山城は完全に孤立しているので、援軍は来れないという判断でしょうか。だろうな。そうでなくとも、やっぱり信長の能力が高いんだよな。能力もそうだけど、
特性で簡単に攻撃力上がったりするし、影響がないとは思えないぜ。少なくとも織田信長個人は強いのは間違いないですね。まあ織田信長なので当たり前ではありますが。結局この森山城は無事に陥落。その後すぐに北条家の宇都宮城に侵攻したぞ。何気にここで初めて北条家とまともにぶつかることになるな。さすがに北条家もこれは守りに来てますね。一つここがターニングポイントになるでしょうか。これは落としてほしいけどな。北条をある程度吸収しないと、その後の武田が厳しそうだ。プレイヤーだったら武田家と同盟して北上するなんてこともできそうですけど、 AI だとそこまではしないでしょうしね。あまり外交とかしてなさそうだしな。北条の軍はどんどん向かってきてるけど、織田家は強行で落としにかかってるぞ。威風を吹かせたい状況ですね。そういえば今回あまり攻撃側の威風って見ないな。防衛側っぽい威風はちょこちょこ増えてるんだけど、 AI はあまり威風を使いこなせないんですかね。確か部隊数が影響するはずですし、威風が吹くように待ってから改善なんてことはしなさそうです。それができればまた違うんだろうけどな。って話している間に宇都宮城が落ちたな。とりあえず北条家はもう正面から戦えそうだ。さらにこの後すぐに、今度は里見家に侵攻。かなりアクティブに動くようになってきたな。勢力が大きくなってきた証ですかね。この侵攻で2つの城を陥落させたぞ。昇級して再び里見家に向かい、里見家最後の城も陥落。今川が保有していた立山城も陥落させて、これで関東の東側は完全に抑えた形になったな。ある種一区切りですか。まあかなりの下駄を吐かせたからな気がしますが。まあそれはそうだな。もう北条同盟の影響はないし、ここからどうなるかだぜ。ちなみにこれって、関東以外はどういう状況なんです？こんな感じだな。武田がかなり大きくなってるぞ。関東に食い込みつつ、太平洋側も今川の城を落として拡張してるぜ。これはかなり強大な武田家ですね。今も攻めているようですし、これは今川家が吸収されるのも時間の問題でしょうか。そんな感じだな。武田以外もそうだけど、やっぱりどんどん強大化している印象だな。織田家も地方の有力大名くらいに離れたけど、ここからどうなるかだ。ただどうしても動き出しは遅めなんだよな。ここも先に武田が動いてくるぜ。隙をつけるのはいいんですけど、武田がこれ以上大きくなるのは避けたいですよね。なんだよな、理想は武田が削りきれなかったところをかすめ取ることだけど、そんなにうまくいくわけもないんだよな。武田がいくつかの城を落としている中で、織田家はようやく動き出しました。落とせないよりはいいんだけどさ、これは厳しくなってきたか。ほぼ同時に唐沢山城と古川御所陥落。海を越えて三崎城まではなんとか落としたけど、北条のラストアタックは武田に取られたぜ。そしてここがこの織田家の最盛期だったぞ。北条という壁がいなくなったことで、武田家は遠慮なく織田家領に侵攻。織田家もなんとか軍は送るんだけど、勝ち切ることはなく。さらには北からは伊達家も侵攻してきて、領土を削られることになったぜ。まさかの伊達家の南侵ですか。まあこれに関しては、武田家によって戦力が削られたからだろうな。回復する前に交互に殴られるような形になったぜ。こうなるともう織田家は、無理だよな。AI に容赦なんてものはなくて、最後に残った城までしっかり持っていかれたぜ。いけそうな感じはあったんですけどね。同盟維持と城に下駄を吐かせてもこれってことは、やはり織田信長単独では限界があるってことですね。影響が全くないわけではなさそうだけどな。信長だから拡張できているところがあったのも事実だと思うぜ。織田家という場所も良くなかった気もしますけどね。すぐそばに北条という大勢力がいましたし。まあそれは否定できないけどな。でもまあ面白い結果だったと思うぜ。なかなかハラハラさせてくれたのは事実ですね。というわけで今回はここまでにするかな。このチャンネルでは、ストラテジーゲームを盛り上げるために、いろいろな動画を投稿していくぞ。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。